皆様こんにちは。国体の本義を学ぶ時間です。解説してくださるのは小奈木善子先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、では早速先週の続きから読んでいきたいと思います。はい。すなわち我が国の政治は、上は皇祖皇曹の神霊を祭り、秋津御神として下万民を率いたもう天皇のすべしらたもうところであって、ことにあたる者は大御心を包帯して保育の姿勢を尽くすのである。されば我が国の政治は神聖なる事業であって、決して私の計らい事ではない。ここに天皇のご本質を明らかにし、我が国体を一層明朝にするために進捗の中に伺われる天上無休万世一系の行為三種の神器などについて、その意義を鮮明しなければならぬですね。はい、今回のところ、これは、まだまだその法教法制のご進捗が続くわけですけれども、すなわち我が国の政治、上は皇祖皇曹のご神霊を祭り、つまり政治権力よりももっと上にあるのはやっぱり皇祖皇曹のこの御霊であると。亡くなった方はもともと縄文の昔から日本人は亡くなった方は家の守り神になる、村の守り神になる、国の守り神になるというふうに考えてきました。つまり亡くなった方っていうのは極楽浄土で旅立ってしまって、さようなら、もう二度と帰ってこないからねと言って、もう遠いところに行っちゃうんではなくて、お亡くなりになった方の肉体は滅ぶけれども、その魂は家の守り神になってくれるという考え方をしていたわけですね。だから縄文時代の遺跡を見ると、集落の真ん中に墓地があります。これは何を意味しているかというと、死者と生者が共存をしていた。でこの習慣って実は本当につい最近まで南方の島々でも残っていたんですね。南方の島々では亡くなった方はやっぱり村の真ん中が墓地になっていて、その真ん中に埋葬します。でその真ん中のところにバナナの木かなんか植えてあって、で、まあ、当然バナナですから実がなりますよね。で戦いに行くとか、なんか村で大きな出来事をしなければならないとかっていうことになった時には、みんなでそのバナナを取ってで食べる。ご祖先の肉体から出たご祖先の魂を持ったそのバナナをいただくことによって、ご祖先の知恵を勇気をいただくというのが、まあ習慣化していた。日本の縄文時代の遺跡がその集落の真ん中に墓地があるのは分かってるんですけども、そこに植物が植わっていたかどうかまでは分かりません。これはその証拠になるようなものは今のところはまだ見つかっていない。だから純粋に墓地があるだけということであったのかもしれません。ただ死者と生者が共存をするという形を作ってきた。でその中に後から仏教が入ってくるわけですけども、仏教が入ってきた時に、仏教は死者は極楽浄土へと旅立つと。極楽浄土はどこにあるんですかと言ったら、遠い遠いところにあるんですよ、遠いところに行っちゃうんですよ。だからお葬式の時には鉄鋼規範をつけて、旅装束でお亡くなりになった方は旅立っていく、三途の川を渡って遠くまで行くってことになってるわけですね。でということはもう遠く行っちゃうわけですよ、はい、遠く行っちゃったのに、どうして家の仏壇にお位牌があるの。確かにそうですよね。これまさに神仏習合なんですね、うん、仏教の教えでは極楽浄土に行っちゃうって言うんだけど、でも極楽浄土に行ってしまったら、うちの守り神誰がすんの、うんうん、やっぱり死んだじいちゃんにしてくれるんじゃないの。そしたらじいちゃんのお位牌かなんか、じいちゃんがいるっていう証拠が欲しいよってことになって、お寺さんがじゃあお位牌を書いてあげましょうっていう話になってきて、お部屋の制度が後から生まれている。あれ日本独自の制度ですね、はい、ちなみにですね、極楽浄土あるいは天国、はい、天国は素晴らしいところで、酒はうまいし姉ちゃん綺麗だし、ね、男性はイケメンだし、本当に常にいい香りがして、美しい音楽が流れていて、みんなこうゆったりと、皆様おはようございますなんて言いながら暮らしているといったようなイメージだと思うんですけど、はい、多分皆さんね、3日いたら飽きると思います。あ、そっか。確かに言われてみればそうですね。行った瞬間はわーって思うけど、行った瞬間はわー綺麗やな、こんな美しいところで住めるなんて最高やなって思うかも分かんないけど、人間3日もしたらもう飽きるんですよ。確かに体がなまりそうですよ。ずっと同じ人が筋トレしなくちゃとかね。そうですね。結局その
天国に行ったとしても極楽浄土に行ったとしてもいろんな悩み抱えたりとか、もうあちくしょうこちくしょう、とっても気に入らない、跳ねろぶん殴ってやるとかね、いろんなことを思いながら日々葛藤する、葛藤しながら毎日戦って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 、で人生を全うしていく。で ここにやっぱり本当の意味での喜びがある。でそうやって戦って戦って一生懸命頑張ってきて、で年を取ってお亡くなりになる、亡くなった後に息子さんや娘さん、あるいはお孫さんに対してね、やっぱりじいちゃんのおかげで俺たちこうして頑張って今暮らすことができてると、ありがてえなって思ってもらえれるじいちゃんになろうよと、そう思ってもらえれるばあちゃんになろうよとね、もう亡くなった時に、ああよかった、もういつ行ってくれるかと思ってずっともうまず指折り数えて待っていたのよ。やっと行ってくれたわ、よかったわね、ああ助かったよな、なんて言われるようじゃ寂しいじゃないですか、ね、もうじいちゃんが死んじゃった、でもじいちゃんをもうね、何かあったら守ってよって言ってもらえるようなじいちゃんになりたいじゃないですか、そういうばあちゃんになりたいじゃないですか、ね、やっぱそれはやっぱり一生懸命戦って頑張ってきた、その一生懸命戦って頑張ってきたというところに初めて人間の成長があった、成長があったからやっぱり子供たちからも孫たちからも、ああやっぱりじいちゃん頑張ったんだなって、ばあちゃんすごい人なんだなって言って、やっぱりそうやって尊敬してもらうことができる、尊敬してもらうことができるから、だから亡くなった後も家の守り神になってね、俺たちのことずっと守ってねっていうふうに言ってもらえるようになっていく、そうやってみんな成長していく、そういう成長を豊かに安心して安全に暮らせるような環境の中でしっかりと自分自身の成長を遂げることができたら、それ最高だと思いません？思います。それができた国、世界でただ一箇所だけあるんです。ここですか？はい、日本、日本、はい、日本ちゃちゃちゃなんです。だからもしかだから日本のことを不相の国とか、はい、あるいは不相の国とか、なんだっけ、宝来山なんていうふうな言い方しましたけども、不相の国も宝来山もともにいわば極楽浄土みたいなところのことを言います。これは日本だっていうんです。ただ日本人からすると、ここがまさかだって、あいつも一緒に息してんだぞこの野郎なんて思ったりするわけです。だからいや極楽浄土というのは西方西の方にずっといたところにあるんですよと言って、ちゃんと極楽浄土に行けるように頑張んなさいよって言って子孫をされてきたということであって、本当の意味での極楽浄土はまさにこの日本にあった。でそういう国に生まれさせてもらって、そういう国で何十年か飯食わせてもらってきたわけです。めちゃめちゃありがたい経験を積ましてもらってきたわけですね。これをご覧になってらっしゃる皆さんの中にも住宅ローンを組んで家のローンを払ってらっしゃる方も多分おいでになると思います、ね、これが日本でなくて、ね、日本の近くにある自称超大国だったらば住宅ローン組んだはいいけれども、マンションができない、住宅ができない、でローンの支払いだけが続いてると、家賃払いながら住宅ローンも払ってますと、でもその新規はいまだにもうあれから30年経つけどいまだに出来上がっていないんですよといったような話がゴロゴロしてるわけです。まさにこの世の地獄ですよ。そうですよね、はい、でそういうところに生まれるんではなくて、ちゃんと約束は守るっていうことが前提となっているこの日本という国、日本という社会に生まれて、いろんなこと、苦しいこともあった、辛いこともあった、でもこうしてしっかり生きてきて、でその素晴らしい日本というものを今度は我々が子供たちや孫たちにしっかりと残していかなくちゃいけない。まあじいちゃんの時代はな、バブルの景気があっていい時代だったんだけどな、まあ君たちは仕事がなくて中国に出稼ぎに行かやなくちゃいけないんじゃないか、まあしょうがねえなって、何なんだそれはって話ですよね。そうですよね、ふざけんなよと。やっぱり自分たちが生きてる時代よりもよりいい時代を子供たちには、そうますよ、ね、だからそれは神聖なる事業だってちゃんとここに書いてある。ああ書いてありますね、まあ神聖なる事業であって、はい、決して私の計らい事ではない、はい、みんなが幸せになっていくようにしていく。それはもう庶民の一人一人もそうだし、国の政治を行うものであるならばなおのことそうだというふうに書いてるわけです。先生、この保育の姿勢というのはどういうことなんでしょうか？はい、保育というのは助ける翼となっていく、はい、空を飛ぶ時に
鳥さんというのは翼があるから飛べるわけですよね、はい、その翼となってちゃんとその本体が飛べるようにしていく、これは保育ですね、うん、そのための真心を尽くしていく。最後に一つね、面白いところ、面白い言葉、まあ、せっかく保育が出たんで、もう一個、一番最後の行のところに、はい、あの鮮明しなければならぬっていう、この漢字も難しいなって思ってたんですよ、ね、はい、あの門構えの中に単純の単という字が書いてあります、うん、ここであのよく鮮明にするっていうのは朝鮮半島の線、ね、鮮やかに明らかにするって書いて鮮明化する、画像を鮮明化するといったら、画像を鮮やかに、もう細かいところまでくっきりと見えるようにしていくっていうのが画像鮮明化っていうことで、これはあの魚辺に羊と書いて、鮮明の線という字になるんですけども、ここは同じ鮮明でも門構えに単純の単という漢字が書いてあります。つまり門の中、門の向こう側には何があるか分かんない、いろんなものあるでしょ、これ単純化しますよと、はい、つまりあの天上無休万世一系の行為、三種の神器等についてその意義を単純化しなければいけない、そして明らかにしなければならない、単純化する、シンプルにする、それは私たち国民が分かりやすいようにということなんでしょうか、はい、単純でシンプルでなかったら絶対にそれは普及しません、うん、はい、もう小難しい言葉もこねくり回して、すごい自由は国の構造構造の、うん、やらかにやらかにやらかになって難しい言葉いっぱい並べたとしても多分皆さん寝ちゃうだけです、うん、はい、分かりやすい言葉でしっかりと物事を単純化して鮮明化して、鮮明というのは物事を単純化するということです。しかも単純化して明らかにする、そうやってあの一人でも多くの人々に伝えなければならない、うん、ということですね。そうやってやっぱり子どもたちですと か勉強が苦手ですとか、いろんな人がこう知ろうと思ってもなかなか知られない状態の時に、まあ、こうした鮮明単純化してくれるっていうのは、うん、こんなにありがたいことはないですね。そうですよね、はい、うん、そんな風にして私たちの国のこの国体の本義というものを単純化して鮮明して、そしてそれを私たちが学んでいけるのは非常にありがたいことですね。ですよね、はい、はい、というわけで、今回は、こちらの部分をご紹介いたしました。また来週以降は天上無休に入っていきます、はい、それでは小薙先生解説いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。